歴史的一戦がいよいよ始まろうとしています。チャレンジャーはよりコンパクトに進化、メガドライブミニ2。そしてこの対決に新たなるパートナー、このワックマンは一体誰なのか。迎え撃つはこの最強タッグ。村津さん見てください、この体格差。武者修行で、おっと、なんとマシンが奇襲攻撃、いきなり襲いかかった。ゴングはまだ鳴っていません。あー、メガドライブミニ2、これは効いた。当選一方のメガドライブミニ2と、ここでスプライト肘回転キック。いきなり大技ですね。しかし敵は最強タッグ、反撃の機会を与えない。オーケー、これはキングコングリードオフ。そしてポールに入る。カウントは2。おお、ここで謎のマスクマンがカット。そしてフードに手をかき、うーん、正体はメガ CD2 だ。ここで合体、今ここに蘇る高性能ボディコンペア。ビジュアルショット、スピードショット、サウンドショット。なんと収録タイトル数が50以上、メガ CD タイトルも搭載。もはやメガドライブミニ2に敵はない。そしてカウント、スリーガンダー。新たな歴史が刻まれました。メガドライブミニ2、ここにバックダー。令和初のゲーム機として話題を呼んだミニハードの決定版メガドライブミニが今年さらなる進化を遂げる。メガドライブ2を再現した新デザインでさらに小型化し復活。メガドライブミニ2、大容量のゲームが楽しめる拡張パワーアップユニット、メガ CD 用タイトルをついに搭載。人気シリーズの続編、メガドラでしか遊べなかった幻の名作、大ヒットアーケードの移植作、そしてまだ見ぬ新作ゲームまで。収録ソフトはメガドライブミニを上回る50タイトルオーバー。さらに小さく、より深く、新メガドラミニ登場。10月27日発売。見た目がパワーアップするデコレーションキット、メガドラタワーミニ2も同時発売。